皆さんこんにちは、スタントライダーの小賀です。今回はですね、山形の農機連自動車学校さんから、この NC700 を使って、極低速コントロールのスタンディングスティールの、やり方を、解説していこうと思います。はい。ただですね、スタンディングスティールとはいえ、トライアルやね、オフロードバイクのようにエンジンを切ってね完璧に止まるのは難しいので、エンジンをかけた状態で、極低速の、コントロールというね、形でやっていこうと思います。はい。であとはですね、完全にこれ僕独学なんですよ。で、習ったことがなくて、そのセオリーっていうものを知らないんで、ちょっとね、普通のやり方と違うかもしれませんが、エンジンを使いながらだいたい止まっていくというね、方法になります。はい。で、このね、低速、コントロールの練習をねやっていくとですね、バイクの扱いめちゃくちゃ上手くなります。特に U ターンだったりね、そういう時に本当にね、上手に扱えるようになりますので、ぜひね、今回の動画、参考に、皆さんも、スタンディングスティールチャレンジしてみてください。はい。それではね、実際にバイク乗りながら、解説をね、していこうと思います。ここチャンネル。はい、それではバイクに乗りながら実際に解説していこうと思います。スタンディングスティールなんですけども、とてもね大切な考え方が一つあります。スタンディングスティールってこうやって正面で止まろうとすると、どうしても右か左かどっちかに倒れるんですよね。だから常にその左右の二択に迫られるので、止まるのが非常に難しいんです。なのでそれをですね、常にどちらか一方に崩してあげるのが、とてもね大事です。僕だったらずっとね右に回ることによって、右に常にバランスが崩れている状態になるわけですね。なので右に倒れようとするものを抑えるというねイメージでバランスをずっと取っていくという風にします。そうするともう一択になるわけです。なのでバランスが非常にね取りやすくなるんです。どうしてもその真ん中でね、ドセンターでねバランスを取ろうとすると、どうしてもね左右ねフラフラしちゃって本当にね難しくなるんですけども、ここはこうやってバイクをね円描くことによって、それをねシンプルにしていきたいと思います。はい。で、ポジションはですね、スタンディングポジションになります。スタンディングポジションで基本的にはハンクラを使って、だんだんね、速度を落としていきます。うまくねリアブレーキを使って速度を落としていきます。であとは右足のこの内ももがですねシートの、ところにこう当たるような感じですね。ここが当たるとなんか芯がねできたような形で、この内側の膝を押すことでバイクをね、結構制御することができます。左右のねバランスの制御ですね。はい。で、ここでねリアブレーキを落としながら車速を落としていきますね。ゆっくり落としていきます。でゆっくり落として止まれそうなところで止まっていくね。バランス崩れそうなところはちょっと進むね。バランス崩れたらちょっと進む。要はこれを止まる時間を長くしていくんですね。こうやってでボディアクションを使うとね、たまにこうやってバックもできます。そうで、こうやって、ね、今ね左にバランス崩れちゃいましたけど、左にバランス崩れるとほぼね、失敗になります。なので本当にね右側だけに、ターンをね、し続けられるようにバランスをね保つことが一番ね、ゆっくり走る、コツになりますね。はい。それではねちょっと気合を入れてやっていきたいと思います。ね、ほぼ止まってるでしょこれ。うわ、今左行きそうだったけどね、なんとかね右で持ちこたえました。ここら辺から安定させていきたい。あ、左行っちゃったね。ここも左行くとねほぼ失敗になりますね。だからさっき言ったみたいに、片方にねしっかりバランスを崩しておくっていうのがね、本当にうまくバランスを取るね秘訣になるんですよね。もう一回行きましょうね。しっかりね止まってね、かっこいいところを見せていきたいと思います。
チャンネル。はい、ということでね、スタンディングスティールの、やり方の解説でしたね。ちょっとね、僕このやり方っていうのを学んだことがなくて、完全にね僕が独学でなんとなくこうやってきた、まあ、操作なんですけどもね、セオリーが他にあるかもしれませんね。なので本当に正しいやり方かどうかわからないんですけども、まあ大体ねこういうロードバイクで、止まった風に見えるやり方の解説ですね、うん、ただですね、本当にこのゆっくり走るスタンディングスティールのね練習をすると低速走行めちゃくちゃ上手くなります、うん、で街中なんかでもねすごい役に立つし、ね、ちょっとしたね U ターンしなきゃいけないとかっていう時にね、圧倒的な低速コントロールをねこうやって見せつけることができます。なので、皆さんもね本当にこう普段、バイク乗るとき役立つテクニックだと思いますので、楽しみながらね、この、低速、コントロールスタンディングスティールね、練習してもらえると嬉しいです。はい、ということで今回はスタンディングスティールの、解説でした。もしね、この動画が参考になったら高評価と、あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。またね。